持ち上げ体操ですね。一緒に頑張りましょう。荷物を持ったり横にずらしたりするときに役立つ筋肉を使いますよ。無理しない程度にゆっくり大きく動かしてくださいね。まずは深呼吸をしましょう。鼻から吸って口から吐きます。ゆっくり吸って体に新鮮な空気を取り込みましょう。せーの、ゆっくり吸って、はい、吐いて。ゆっくり吸って、はい、吐いて。次は肩の上下運動です。肩を耳につけるような気持ちでしっかり持ち上げます。下ろすときは力を抜いて下ろします。5回やりますよ。せーの、上げて、下ろして、上げて、下ろして、上げて、下ろして、もう少し上げて、下ろして、最後です。上げて、下ろして。次は腰をひねる運動です。肘掛けを持って腰が伸びるのを感じながら左右交互にしっかり腰をひねります。ひねった時に息を吐いて、戻した時に息を吸います。交互に2回ひねりますよ。せーの、右、吐いて、吸って、左、吐いて、吸って、もう1回、右、吐いて、吸って、左、吐いて、吸って。次は肘の曲げ伸ばし運動です。両手を胸の前に置いて、手を交互にしっかり前に伸ばします。前に出した手はパー、胸でグーです。交互に2回やりますよ。せーの、前がパー、前がパー、前がパー、最後です。前がパー。今度は上下に腕を伸ばします。上に伸ばした手はパー、胸でグーです。せーの、上がパー、上がパー、上がパー、最後です。上がパー。最後にもう一度深呼吸をします。腹式呼吸でゆっくり鼻から吸って口から吐きます。はい、ゆっくり吸って、はい、吐いて。ゆっくり吸って、はい、吐いて。最後です。ゆっくり吸って、はい、吐いて。はい、お疲れ様でした。短い時間でできる体操なので、また一緒にやってくださいね。